フリーマッチしていきたいと思います。パズドラ英語クイズ嵐、歌詞から曲名当て。歌詞もいいんですけど、どうしようかな。東北クイズ。東北地方ですかね。おやすみ、暇人。大喜利しない。大喜利ってなんだろう。合戦クイズ。いや、合戦はちょっと不気味なんで嫌です。怖いので。どうしようかな。歌詞から曲名でもこれ難しいんだよな、多分な。まあでも一応やっとくか。やってみるか。いやー、歌詞は難しいと思いますけどね。回答権 80% なんですね。最初に、答えると20ポイントで、間違うと20ポイントか。その後ボタンを押して、点数取ると10ポイントで、はい、よろしくお願いします。第1問、過ぎゆく春を惜しみながらも、僕らの幕を開けたあの夏、おっと、電池切れが近いですね。分かり始めた秋と何か失った冬。いろんなことを分かり始めたって何ですかね。僕はね、分かったんだよ。心得。ほう。花束を抱えて歩いた意味もなく、ただ侍を、じゃない。街を、ただ街を見下ろした侍？シャルル。バルーン。バルーンですか。君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解だなんてどうでもよかった。ふざけんなよ。正しいか正しくないかは重要だろう。なんだよ、間違いか正解だなんかとってもよかったとかさ。そういうのはダメですよ。正しいことは正しい。ねえ、じゃあ、2たす2は5って言ってもいいんですか？ 2 たす2は5でもいいの？ん？いいんですかね、2たす2は5でも。大胆不敵にハイカラ革命。え？大胆不敵にハイカラ革命。これ何て読むのこれ。小、なんとか楽楽、千本桜。はぁ、私は桜はね、あんま好きじゃないので。二口かのまま始まる今日は、変わらないいつも通り、顔洗って影を見のまままた苦笑い。顔はね、別に洗わなくてもいいと思うんですけどね。目を閉じれば、北線の星。一番光るお前がいる。初めていつになれたよ。夜空へ響け愛の歌。これどっかで聞いたことあるかな。純恋歌。いや、でも知らないな。純恋、純なる。新しい基礎。あ、これはなんだっけな。ロビンソンだ。新しい季節は、なぜか切ない日々で、河原の道を自転車で走る君を追い、愛されたいね、きっと見過ごした。君の周囲ではもう一度。決まるくれかな？でも構わない。君といたいから。君といたい。めめしくて。めめしいって言葉がさ、すでにさ、女性差別的だと思うんですけどね。めめしくてさ、歪んで傷だらけの春、麻酔も二つに歩いた。麻酔打つ？いや。痛いからってさ、麻酔、麻酔打つんですかじゃあ。突然笛に鳴り響くベルの音。焦る僕、溶けるって離れていく君。夢中で呼び止めて抱きしめたいんだ。君がどこに行ったって。君に会えるよ、ドドドド、え？ドドドドド、ドラえもん？え？何これ？え？ドラえもん？え？そんな歌なの？ドドドドドド、ドラえもんってどういうことですよ？そんなドドドドってさ、どう強調しなくてもいいじゃないですか。君のアイスクリームが溶けた。口の中でほんのり溶けた。甘い、緩くなったバニラ。これ何なんでしょうかね？これ比喩のつもりなのかな？なんかあんまりさ、君のアイスクリームとかさ、あんまりそのね、うまい例えに思えないですけどね。もう戻れないよ、難しのよりは。なんだ？緩んでしまったとしても、なんだろう。明日へと歩き出さなきゃ、雪が降り積もうと。なんかさ、わざと難しい漢字使ってさ、圧倒するっていうね。人混みに紛れて一人。虚しくって見上げる空。届かない会話キャッチボール。孤独は増してく。
サムライハート。サムライですか。私サムライはね嫌いですけどね。笑っていたのは強がりだからじゃなく、泣き顔なんかもう見たくないでしょ。見たくない、見たくない、別に見てもいいんですけどね。泣き顔を見てもいいんじゃないですか。星屑ヴィーナス。握りしめた小さな手が運んでくれた大きな愛が僕を動かすんだ。小さな手で大きな愛を運ぶと。ああ、素晴らしいですね。愛し君へ。え？あ、愛し君へ。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠していたか、なんだ？なんとかの過去も、あなたがいなきゃ永遠に、これなんて読むのこれ。これなんて読むの？レモン。これなんか漢字が難しいの？君の髪の香り弾けた。え、なんだっけな？あー、これ重い。あ、これね、なんだっけな？あ、夏祭りだ。夏祭り。これね、聞いたことあるんですよ。君の髪の香り弾けたってやつですよね。もし5分前に戻れるなら何をしますか？私はさっきの返事をもう一度したい。5分前に戻っても多分みんなで早押しやるんじゃないかな。好きな人がいること。まあ5分前にね、戻った時に有効に時間使える人と使えない人はいますよね。思い出の後先を考えたら寂しすぎるね。騒がしい未来が向こうできっと待ってるから。寂しすぎる。寂しすぎる。ハッピーネス。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が、君を追い越したんだよ。君の心が君を追い越した。どういうこと？なんで君の心っていうのがもしあったとしたら、それをどう追い越すんでしょうかね。ちょっとね、そういう比喩はね、納得しかねない。納得しかねますけどね。こんな時思い出すことじゃないと思うんだけど、一人にしないよってやれ、実は嬉しかったよ。ハッピーエンド。そうですか。古いアルバムめくり、ありがとうって、あ、これなんか、あ、なんだっけ、いやー、わかったわかった。これね、聞いたことありますね。なんだそうそう。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいたっていうのね。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。泥だらけの走馬灯に酔うこわばる心、震える手は掴みたいものがある、それだけさ。強くなれる理由。はい、そうですか。照らすは闇、僕らは歩き慣れてきた日々を通った。夢は安泰な暮らしだが刺激不足ゆえにタラタラ。インフェルノ、なかなか理論的な感じですね。ねえ、苦しさを分かって、ずっと続く愛しさを分かって、そんな心はいつだって、そっとため息こぼす。分かってほしいですね、やっぱね。恋煩い。なんでわざわざね、カタカナにするのか。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ、ワンピース。ありったけの夢をかき集め、探し物を、知りません、ちょっと。ありったけの夢ね。We are 北田に、し、よし。数えきれないほどの思い出を今ならきっとあなたに届くように叫ぶよ。今ならきっとあなたに届くように叫ぶ。ウォーキング、with you。全部アルファベットですね。酔い待ちを行く日たたかりは嬉しそうだったり、寂しそうだったり、コントラストが五辺譜を飛び回り、だとリズムになる。なるほど。人が、歩いてる姿を、音楽に例えてるのか。なるほど。シュガーソングと美。ん？困ったように笑いながら、ずっと迷ってる人がいる。頑張って、あ、これなんだっけな？ね、あ、これわかったから、あれだ。世界に、一つだけの、は。これね、なんかね、私の母親がね、なんか、ママさんコーラスみたいなことやってて、そのコーラスでね、この曲歌ってたんだよな。ここのマネメのドーナツ版は、あの日の夢が踊る、真面目に針を落とす、息を止めすぎたぜ、さあ腰を下ろしてよ。難しいこと言いますね。君はロックを聴かない。ロックを聴かないなんて言うけどさ、
ロックを聞くことに理由は求められても、なんで聞かないことにさ、わざわざ。どれくらい値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界に全てが身海だと思ってる。ちょっと疲れてるのかな。値打ちって何ですか、値打ちって。値段のこと？値段は別に何でもいいですよ。大切なのは価値だからね。いいですか、皆さん。大切なのは価値なんですよ。価格じゃないの。わかる？日本の風に背中を押されて、日本の太陽に未来照らされて、泥臭くていい、かっこよくていい。そこから見える景色、同じ景色を見よう。現実を見ろと。今の現状を肯定しようじゃないかと言いたいのかな。見たこともない景色。絶対的根拠は嘘だらけ。いつだってあるのは僕の自信や不安をかき混ぜた弱いようで強い僕。いやいやいや、絶対的根拠を自分で作ればいいじゃないですか。完全感覚 D。 え？ D って何？ドリーマー。たった一つの、たった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザート食べるの。山も谷も全部フルコースで。はぁ、なんか随分ね、片思い。あれ、片思いってなんかさっきもなんかそういう歌なんかあったよね。あ、ないか。誰かが偉そうに語る恋愛の論理。何一つピンとしてこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。いや、お前が偉そうに語ってるだろ。そもそも。お前が偉そうにさ、恋愛語ってるじゃねえか。何をさ、偉そうとかさ、まあいいんですけどね、別にね。自分も偉そうでいいんですけど。僕は今、無口な空に吐き出した孤独という名の雲。その雲が雨を降らせて虹が出る。どうせ掴めないのに。掴めないのにってさ、諦めてどうするんでしょうかね。さよならエレジー。姿、正気ですか？どこかで鐘が鳴ってらしくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう。なんで恋なんかしてんだろうってね、恋に理由を求めるんでしょうかね、クリスマスソング。なんで恋をすることにさ、理論的 裏付けが必要なのであろうか。それは、人類存続のための、とかそんなこと言うんですかね。青は澄み渡り、海を目指して歩く、怖いものなんかない。僕らはもう一人じゃない。あ、よくあるよね。僕は一人じゃないとかね。そういうのありますよね。別に一人でもいいじゃないですか。なんでそんなさ、孤独を恐れるんでしょうかね。君は一人じゃない的な歌多いですよね。奪って奪って奪っていく。流れる時と記憶、遠く遠く遠くになって。まあ結局さ、人は結局、あなたは一人じゃないよってね、仲間がいるよって言われたいんでしょうね。そういう需要に応えてるんですね。君は来るだろうか、明日のクラス会に。いや、来ないですね。半分に折り曲げた案内をもう一度見つる。付き合ってた頃僕ら手を繋ぎながら、歩いた並木道、たくさんの人が行くよ。いや、クラス会とかね、行ってもいいんですけど、青いベンチ。100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり。あ、なんか聞いたことあるな、なんだったかな。なんだっけな。なんかどっか、あ、家族になろう。あ、なんかね、どっかでね、そうそうそう、なんかね、そう、なんか聞いたことあるね、見たことがあるフレーズだなと思いましたけど、ちょっと曲名が出てこなかったわ。会いに行くよ、並木を抜けて、歌を歌って、手にはいっぱいの花を掲げて、ラルラリラ、ラルラリラってなんだろう。ララルリラリ、パプリカ。パプリカってさ、まずいですよね、はっきり言って。ピーマンとかもね、あんまり美味しくないと思う。ABC 続かない、そんなんじゃダメだ。だって心の奥は違うんじゃない。おい、じゃないの？これ何なの？こうやって。なんでこうやってさ、わざと間違えた日本語使うの？なんかさ、わざと日本語間違える人嫌いなんだけど、面白くないからね、言葉の使い方を間違えるのがね、面白いみたいな。まあ、わざとさ、君の髪や瞳だけで胸が熱いよ。あ、痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい？何を言えばいいってね、おぎゃーおぎゃーじゃないでしょうかね。全然前世？おー。前世のまた前世ですか？午前2時踏切に望遠鏡、なんだっけな、これね、なんだっけな、なんだっけな、あ、天体観測か。いや、これはね、聞いたことあるんですよ。午前2時踏切に望遠鏡を担いでた、ベルトリンスンとかなんかそんな感じですよね。一度あの光を見たんだよ。とても綺麗で今でも思えば汚かった。ではあれはいわゆるバッドデイドリームズ。
今思えば汚かった。でもその時はさ、綺麗だと思ってたんでしょ？だったらいいじゃないですか。その時綺麗だと思ったんだったらさ、その後綺麗、汚くなったとしてもさ、別にいいじゃないですか。欲望に満ちた青年団。まあそれはね、人はね、欲望に満ちてますからね。君と出会った時、子供の時、大切に思っていた景色を思い、つかさ、思っていたってさ、必ずこの字使いますよね。そのさ、思想の方のさ、思いじゃダメなのかな？だんだん心。だんだん心ですか。だんだん心惹かれていく。ザードか。マーシャルの匂いで飛んじゃって対戦さ、毎晩絶頂に達してるいるだけでラッと一つを商売道具にしてるさ。そしたらベンジーが肺に移ってトリップ。なんなんでしょうね、この歌詞は。何ベンジーが肺にとかね。なんかちょっと暴力的な感じがして、そういう歌詞は好きじゃないな。暗い部屋を作って、目を塞げば気づかない。チク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 、心は痛まない。心は痛まないならいいんですけどね、別にね。ファンファーレ。スミカですか。手帳を開くともう2年経つなって、やっぱり、これ、わかった。これね、サクランボでしょ。手帳を開くと、もう2年経つなって、やっぱ実感するね、なんだか照れたりするね、真っ赤に燃えた情熱の果実は、潮の風が香る、季節が呼んだまた、夢を奪ううちから、炎天下って感じですね。全然違うんですけど。100回くらい忘れとしたけど、もうダメだよ。気づけばいつもお前のことばっかり思い出してた。うわ、臭いセリフ使いますね。今更だって分かってるけど、やっぱり好きだよ。会いたいよ。もう一度やり直したい。何この、少しはひねれよ。好きだよって。ひねれよ。届け、奇跡じゃなくていい。美しくなくていい。生きがいって奴が光り輝くから。また奇跡ですか。奇跡ですか。いや、奇跡は宿命。奇跡。思い出ずっと忘れない空。二人が離れていっても、こんな好きな人に出会う季節、二度とない。ラブススイートか。間違いじゃない、理想論でもない、ただ頼っていきたくはない。え？いや、間違いじゃない、理想論でもない。理想論っていうのはね、正しいことの極めつけですからね。ただまあ現実的にはその理想がね、追いつかない場合があるというか、渡り鳥。なんか渡り鳥って曲前もなんか出てきたな。君に会えたこと本当に良かったと、そう言えるその笑顔を守りたい。守りたいね。いや、君に届け。笑顔はその本人が守ってください。どれだけ背丈が変わろうとも、変わらない何かがありますように、くだらない面影に励まされ、今も歌う。変わらない何かがありますように、灰色と青。いいから気持ちよくするから、誰にも言わない内緒にするから、その体つきはアジアの奇跡、行き先、そこなし沼の入り口。なんでしょうかね。こういう歌詞って、いいからじゃねえよ。よくねえよ。あ、しまってね。踊りながら羽ばたくためのステージで這いつくばっていても、踊らされてるのは随分前から分かっていて、それでも。青い春。青春って言いたいの？バックナンバー。あれ？ちょっと待って。あ、パッとすいて、シュン、チッと知って、恋に打ち上げられた恋花火。二人照らしながら広がる。花火。生きて耐えて時。え？時に壊れ泣いて迷う影に笑顔、咲き誇る生きていれば命さえあれば、共に。映画じゃない。主役は誰だ？映画じゃない。僕らの番だ。要するに、この世界は、そのドラマとかアニメとかそういうもんじゃないと。自分が主人公だと、言いたいわけですね。まあ、それはそうだなと思いますけども。背伸びもへりくだりもなくしに、僕のそのままで愛しい気持ちを歌えたなら、歌えたならってことは歌えてないのかな？まばたき。
しかし随分なんか背伸びしてるような風に見えますけどね。男は最初になりたがり、女は最後になりたがる名言にあやかって言わせりゃ、どうやら僕は情けなく後者らしい。はぁ、あ、何このさ、女性差別的な言い回しは。なんか女は、なんか劣ってるみたいなこと言ってそうですね、なんかね。なんか、謙遜じゃないけど、いつも君の右手のひらを、ただ僕の左手のひらが、そっと包んで、そっと包んで、くそれだけで、え？そっとつ、ん？そっと、なんだ？え？奇跡かよ。奇跡ソングかよ。ふざけんなよ。奇跡嫌い。何度失ったって取り返してみせるよ。雨上がり、虹がかかったそれみたいな君の笑みを、例えばその代償に誰かの表情を曇らせてしまったって、いや、何それ？あ、自分たちさえ良ければ他の人が悲しんでもいいって言うんだ。へぇ、随分わがままですね。君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。何のために生まれたのか。自分が生まれたことに理由があると思ってるんでしょうかね。理由以前に生まれてるじゃないですか。生まれたことに理由はさ、理由っていうのはなんかね、あんまり私はね、自分の生きてる理由とかね、あんまりそういうのは考えないですけどね。サイレントマジョリティ。愛してるの響きだけで強くなる気がしたよ。なんだっけな、チェリーだったかな。愛してるの響きだけで強くなれる。まあ別にさ、強くなれる気しないですけどね。愛してるって言ってもね、別に強くも弱くもなんないと思うけど、この時代に飛び乗って、この街を飛び立って、大空飛び回って、命揺らせ。命揺らしていいのかな？命は大切にした方がいいんじゃないかな？飛行艇ね。キング、まだこの世界は僕を飼いならしていたいみたいだ。望み通りいいだろう。美しくもがくよ。ああ、要するに、自分はこの社会にさ、支配されてると。ああ、よろしい。受けて立つぞって言いたいわけですね。なるほど、なかなか潔い態度だ。第72問。空の声が聞きたくて、風の声に耳を澄ませ、海の声、空の声ですか？なかなかね、無生物に対してね、人格を感じる素晴らしい感性の持ち主ですね。くだらねえと吐き捨てても、変われない自分がいる。顔を上げて踏み出すしかないだと分かってるけど、分かってんならやれよ、もう。くだらねえと吐き捨てても、変われない自分。変わることをさ、いや、てかさ、皆さんさ、そんなさ、変わることを肯定するのはどうなのかな？本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない。でも不思議なくらいに絶望は見えない。なんかさ、変わりましょうとか言いますけど、私は自分を変わりたいとは思わないですね。自分、マリーゴールド。マリーゴールド。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度かの失恋の準備。イェイイェイイェイ。私にまるで興味がない。恋する、フォーチ。フォーチュンクッキーか。僕にはうなずくだけで気の利いた言葉も出てきやしない。君の隣に歩くことに慣れている自分が恥ずかしくて。要するにその会話ができないと言いたいわけですね。確かに私もね、社交性ゼロなんで、これは謙遜ではないですからね。私もどんどん年老いて想像つかないくらいよ。そう、今が何より大切で。なるほど。過去や未来に囚われる生き方は自然じゃないさ。大切な今なのさ。ってことを言いたいわけですね。カブトムシ。愛想なしの君が笑った。そんな単純なことで、ついに肝心なものが何かって気づく。打ち明け話にあった純情を捧げた奴に、大人げなく嫉妬したりなんかして。嫉妬ですか？これ、ね、私ね、あんま嫉妬とかしないんですよね。浮気しても言わないでよね。知らなければ悲しくならないでしょ。信用ないのは僕は僕なりに、まっすぐに君と向かい合いたいと思ってるよ。そうですか。まあ、知らぬが仏と言いたいわけですね。まあ、知らないことは存在しないじゃないかと。揺れる影を滑り出す汗、響き合う声は叩き合う方、開けた窓から空に尋ねた、俺たちこの夏どうなんだいね、ミスター、フーチュー。イマジネーション。それでもいい。それでもいいと思える声だった。戻れないと知ってても、繋がっていたくて。
それでもいいってなんか妥協してるようでね。なんかそれいいんですかね。もうちょっと理想を求めて。あ、真夏のジャンブリー、レゲエ砂浜、ビッグ、スイレンカ。スイレンカって何？ハスですか？ハスの、あ、ハスの花か。まあ、レンコンはね、まあ、あの空流れ雲、思い出すあの頃の僕は人の命たびに気づかず情けない弱さを隠していった。まあ別に弱さ隠せばいいんじゃないですかね。弱点を隠して長所をさ、さらけ出せばいいんじゃないですかね。別にそんなさ、なんで弱さをそんなひけりかさなきゃいけないの。ほら、あなたにとって大事な一言、すぐそばにいるの。いや、すぐそばにいるからさ、結局役に立つので大事な人になるんじゃないかな。だって、すぐそばにいる人は役に立ちますからね。だから、大事な人っていうのはさ、どんな人でも大事な人になれるんですね。おっと、リーチ、おめでとうございます。あの日見た私な、渚今も思い出すんだ。砂の上に刻んだ言葉、君の後ろ姿。後ろ姿か。打ち上げ、花火。まあ、花火ってね、打ち上げるものですけどね。あ、まあでもそっか、線香花火とかもあるか。86万、高鳴る鼓動は夕暮れの、君の姿にシンクする。見せないプライドささやかな、君のすべてにスイングする。スイングですか？君のすべてにスイングってどういうこと？ if。スイング、君のすべてにスイング。ルさん、あと10点ですね。シーモン、ベイビー、アメリカドリームの見方を。何これ、アメリカドリームですか？まあ、アメリカはね、まあ、なんちゅうか、その自由放任の国ですからね、アメリカンドリームがね、おっと、終わった？ルさん、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。いやー、素晴らしい。おめでとうございます。さあ、1位が500点ですが、私は何点でしょうか？おっと、どこだ？あ、15位ですね。でもさ、こんなにさ、分かってないのにさ、自分よりも下の人がさ、こんだけいるっていうのがさ、ほ、何、失格者なんかいるし、もう、何やってんでしょうね。こんなさ、いや、歩き人に負けるとかさ、恥ずかしいと思わないのかな？いや、あんまりそんなこと言っちゃいけないんですけど、恥ずかしくないのかね？恥を知れってやつですよね。恥を知りなさい。ね、歩き人に負けるなんて恥を知れ。